関東大震災から100年が経ちました。この地震は首都圏に甚大な被害をもたらしました。地震はまたいつ起こるか分かりません。でも自分の身を守り備えることはできます。地震が来たらまず身の安全。ポイントは他にも。地震その時10のポイント、ぜひ覚えてください。